左からオイノマオス、ゼウス、ペロプス。オイノマオスとペロプスの戦車競争を描いた古代の彫刻群でオリンピアのゼウス神殿東ハーフに飾られていた。オリンピア考古学博物館所蔵、道場。オイノマオスとその隣に母ステロペー。戦車を走らせるオイノマオスとミュルティロスを描いたレリーフ。オイノマオスはギリシア神話の人物である。 エイリス地方のピーサの王で、アレースとカシンアーソポスの娘ハルピンナ、あるいはアトラースの娘アステロペあるいはアトラースの娘アステリエートの子、あるいはアルクシオンの子。オイノマオスはアトラースの娘ステロペあるいはアクリシオスの娘エウアレーテーとの間にヒッポダメーヤを設けた。またデュスポンテウス、レウキッポスという子供もいた。オイノマオスは大変な相馬で、 父やレースから授かった馬を持っていた。ハルピンなしの創建者で母の名にちなんで名付けた。また娘、ヒッポダメイヤの求婚者を戦車競争で任して殺害したことで有名で、ソポクレストエウリピですが悲劇作品を書いたが散逸した。オいのマオスが求婚者を殺害したのはヒッポダメイヤと結婚した者に殺されるという信託があったためとも、 娘に恋していたためとも言われ、一説にはヒッポダメエアを怪我したとも言われる。このためオイノマオスは求婚者たちにヒッポダメエアを戦車に乗せてコリントス地境まで逃げることができれば結婚を許すがもし途中で追いつかれたら殺すという条件を出した。しかしオイノマオスはアレースから授かった馬と武具を持っていたので求婚者を先に走らせ、 自分はゼウスに犠牲を捧げた後に出発しても追いつくことができ、槍で求婚者を殺し、首を切り落として、館に打ちつけた。あるいは屋根に吹いた。後に、ペロプスが求婚した時、ヒッポダメエアはペロプスに恋し、御車のミュルティロスにペロプスの味方をするよう頼んだ。そこで、ミュルティロスは、戦車の車輪からくさびを外した。 このため、オイノマオスがペロプスを追跡すると車輪が壊れ、手綱が絡まって引きずられて死んだ。あるいはペロプスに殺された。その時オイノマオスは、ミュルティロスの裏切りに気づき、ペロプスに殺されるように呪った。そのためミュルティロスはペロプスに殺され、ペロプスの子孫を呪った。一説にペロプスはオイノマオスに勝つために、ミュルティロスを殺したので、オイノマオスは敗北し、 自殺したとも言う。追いのマオスに殺された者は12人とも、13人とも、あるいは15人とも言われる。ヘロドトスは、エイリス地方ではなぜかラバが生まれず、エイリス人によればある呪いが原因であり、そのため、エイリス人はヒンバを国外に連れ出して、ロバと交配させた後に、エイリスに連れ帰ると述べており、パウサニアスも、同様の話を語っている。プルタルコスによれば、呪いの原因は、 老いのマオスで、老いのマオスは大変な相馬バだったので、ヒンバが、ロバの子を産むのを好まず、ラバを産ませようとする者を呪った。このため、エイリス人は呪いを避けるためにヒンバを国外に連れ出して、ロバと継がわせるという。なお、一説によると、老いのマオスは死後、たらくしっぽすになったと言われる。ありがとうございます。